モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント、はい、大分県くす町に手ぶらで楽しめるキャンプリゾートパークパラディッソ大分があります、うん、まあ冬キャンプ楽しみたいとかね、それからドロームービーの世界大会も行われているんで賞金目指して皆さんぜひ冬休み遊びに行ってくださいね、はい、で手ぶらで楽しめるってだけあってレストランも併設されてるんです、うん、それがアジュールルナというレストラン、ランチコースがめちゃくちゃ美味しいんですけれども、その締めに出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり、美味しいのでね、6食セットっていうのを自宅で手軽に楽しんでもらおうっていうのが出てるんですね、はい、それを対象商品でプレゼント、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日は身にしみるメッセージからいきましょうか。こちら男性の方ですね、中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。今年65歳になって孫が4人いる、公私ともにおじいさんです年齢もそして実際に孫もいるっていうおじいさんからね、はいはい、メッセージいただきました。暖冬傾向から一転し、先週末から真冬の冷え込み、大雪関連のニュースで情報番組は賑やかですなおじいさんはね、もう本当なんていうか、家にいて、ああそういうことになってるか世の中はみたいな、ね、おじいさんつってもまだ65歳ですよね人生の大先輩ですよそこまでないです。そんなニュースを見ていて思い出すのが、最初の女房と付き合い出した頃のことです人生経験もすげえだろ初めてお泊まり旅行に行こうと計画していた時の週間天気予報が、平地でも積雪ありと出ていました、うん、予定していた行き先が阿蘇九重、はい、それでなくっても積雪や道路凍結なんかで交通がしょっちゅう遮断されるところで、普通の思考だったら取りやめるか行き先の変更を決断するはずなのに、若さみなぎっていた私は旅行の最大目的である無夫婦な計画で頭がいっぱいいっぱいで結婚以外の選択肢が思い浮かばなかったんです、はい、出発の日も近づいて、どうしても大雪積雪が避けられない予報に変わって、前日当時出始めたバンド式のタイヤチェーンをオートバックスのお兄ちゃんに勧められて、一度も装着の練習しないまんま翌日出発、サプライズ好きの私は彼女にどこ行くのと問いかけられても、すごい景色見せちゃるけん楽しみにしとってと自信満々に答えて、今夜の無夫婦計画でワクワク、朝倉ガイドを過ぎて天城を過ぎる頃から道路にも積雪が見られるようになってきて、下に入る頃にはアスファルトに残る黒いタイヤの跡もなくなって、いよいよタイヤチェーンの出番、トラックも入るぐらいの大きな大きなコンビニを見つけて駐車場の隅っこで装着作業開始。しかし免許を取ってから5年間一度もチェーンの装着などしたことない私は悪戦苦闘、オートバックスのお兄ちゃんはジャッキアップしなくても駐車したまま簡単につけられますよ、一度はつけておいてくださいねと言ってたんですけれども、タイヤの奥から手を回して留め金を手前に引くだけでも困難の連続、降りしきる雪が頭に積もっているというのに、私はタイヤの横にしゃがんで額から汗が出るぐらいの状態、ようやく駆動輪2本を装着し終えたのが40分後、私は頭の中で無夫婦のために神が与えた試練なので、私はその試練を乗り越えた、よーし今夜は大暴れするぞーと何を考えてんだもう無夫しか考えてないですよ。そうです ね順調に進んでいると、豊後中村あたりからタイヤボックスからガタガタガタと音が聞こえてくる停車して確認すると装着が悪かったのか、プラスチック製のバンドが切れてそれが当たっている。よく見ると2本とも、雪は
断続的に降ってて、このまま進むのは危険だということは分かります。しかし大事な大事な無風計画を断念しなくてはいけないのが何とも悔しい。私は一縷の望みをかけて九重町まで戻って、なんとか帰りのチェーンを確保する作戦。帰ろうと言いたそうな彼女を横目に国道を戻りました。大雪で夕方に差し掛かろうという時間、そんなに都合よく空いてるカーショップなんかなくて、ある意味途方に暮れていた私が見つけたのは小さな個人経営の自動車修理のお店。もうシャッターを下ろしそうになっていたお店に駆け込んで、初老のご主人にこの大雪の中プラスチック製のスノーチェーンが切れて難儀していることを、連れの彼女の身内が大分の病院で大変になっているので、どうしても東京を越えて大分まで行きたいんだということを話して、嘘ついてますね。人の良さそうなご主人は、そりゃ困ったな、うちは修理屋じゃけんチェーンは売っとらんよ、どうしたもんかと言って、中古でよかならうちで使いようとば譲るけどよかやと言ってくれて、間髪入れずにお願いします手際よく装着もしてくれて、気になっていた値段は中古やけ1000円でよか、困っとる時はお互い様たい、早いかんと日の暮れる場合。無風計画の遂行ばかり気にしていた私にご主人の言葉は心に刺さります。後ろめたさと申し訳なさも装着し、車は水分け峠方面に向かいました、はい、山並ハイウェイに入ってからテレビで見る雪国の地吹雪のような天候、辺りは暗く路肩のポールも頭が出ているだけで視界はほとんどゼロ。彼女にすごい景色見せちゃると言ったものの、自分でも想像できなかったすごい景色、いや夜のホワイトアウト。彼女の手前、前向きな言葉ばっかりで強がっていたものの、頭の中は遭遇の太文字がニュースの電光板のように繰り返し流れている。あの人の良さそうなご主人に嘘をついたことの罰なのか、明日の新聞に載るようなことになったら大変だ。暗くて現在の場所は分からないが、長者丸まで行けば数軒のホテルがあるということを知っていました。そして暗闇の中で突然見えたホテルの入り口の看板、九死に一生とはこのこと。なんとなく開けてる場所に車を止めてドアを開けたら、ドアの雪かき状態で雪が鳴らされました。ホテルに入って支配人らしき人が出てきて、2人で泊まれないか確認したら、今夜は一組しか宿泊していないので突然ですけど簡単な、お食事しか用意できませんがよろしいですか。こっちは九州人が思う八甲田さんの雪の行軍のような経験から救われた身、天は我々を見捨てなかったと心の中でつぶやいて、たくさん空いてますからと12畳ある豪華な和室に通されて、温泉と食事で心身ともに温まりました。そんなに疲れていても無風計画は決行し、その夜は爆睡何考えとんだこのおじいさんは翌日は嘘のような晴天になり、館内から眺めた景色はまさにすごい景色。従業員の話では吹きだまりになるところは積雪4メートルにもなるとかで、昨日の夜止めた車の場所は雪原のようになってて埋もれて全くわからない。ホテルのスタッフおじさんが温水をまくと、湯気の中からみるみる車が現れて、おじさんにこの先のことを尋ねたら、道路公団が除雪する件9時過ぎまで待っときとのこと。おじさんが言ったように、50センチは積もっていたと思われる雪はあっという間に除雪され、街中の雪道と変わらないぐらいになりました。ホテルの人に丁寧にお礼を言って車に乗り込もうとしたら、ドアが凍りついて開かない、うん、いやー、もしどこのホテルにもたどり着けず、このまま車の中にいたと思ったら、いやー大変だったと思います。今日はすごくすごく寒いと聞きます。これからもこの冬もちろん雪が大変になることがあると思います。おじいさんからのアドバイスを一言、スノーチェーンを買ったら必ず一度は装着してください。道路の凍結は日が暮れてからが多い。手元が見えるようなヘッドランプが必須。スマホのライトは作業には不向きです。タイヤボックスの中は泥と雪が混じってドロドロ。ビニール製のカッパとビニール手袋などを用意してると重宝します。九州に住んでる人は一生に一度もチェーンをつけずにいるものが大半だと聞きます。この冬安全についてもう一度よく考えてくださいと
笑いも交えながらね注意喚起っていう、そういうことです65歳のおじいさんがもうなんていうか日がない一日生あったかい部屋にずっといながらモーニングジャムが流れてて、うん、これはなんとか皆さんにアドバイスしてねばというですねあの頃は私は元気がそういうことなんでしょうけれど、ただね、あの本当今日はね、雪がっていうことなんで、どうしても車に乗らなきゃいけないっていう人はね、十分ご注意ください。はい。